どうも安田大サーカス団長安田です。ベタです。どうも山田幸也です。こんにちは団長、はい、今日はですね、はい、なんとスポーツクライミングです。スポーツクライミング、はい、壁登るやつでしょ。あ、そうですそうです、はい、ちなみに団長スポーツクライミングやられたことは？ロケでやったことと、はい、うちの壁には、はい、玄関の壁にボルダリングのあのいろんな色の石みたいなやつがついてます。おしゃれ。だって帽子かけてますけど。あ、登ってないです、はい、最近ですね東京五輪から正式種目になりまして、はいはい、すごい今注目を集めているスポーツなんですね。今回はですねそのスポーツクライミング界の期待の新星を訪ねてみたいと思います、はい、行ってきます。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人団長安田。ラクロスプレイヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド山田幸代。今回は高くそり立つ壁に体一つで挑むスポーツクライミング。16歳で日本選手権優勝を果たした吉田聡美選手を取材。筋トレ食事制限一切なし、クライミングで鍛えられた肉体美に団長山田仰天。さらにスポーツ選手必見、大会で結果を残すための独自ルーティーンを教えてもらいます。安田大サーカス団長安田のバズるスポーツ。やってきたのは大阪府堺市中貝クライミングジム。今日はですね、はい、あちらの選手にあのインタビューをしたいと思うんですけれども。浮いたよ、今浮いたよ。手だけだよ。うおー、もうほぼこれ。すごいですね。うわー、この角度がすごいですね。おー、おー、えらいとこ来てもたよ。何が起きてる。これ取材させてもらえんのこれ。この緊張感。本当ですね。だいぶな。何聞いていいかわからないです。本当ですね。これ怖い。スポーツクライミング吉田聡美選手。現役高校生ながら日本トップレベルの実力を持つクライミング界の新星です。いやすごいね。あの本当勘違いしました。おしゃれなスポーツやと思ってたけど。めちゃめちゃ命に関わるスポーツ。結構激しかったですね今のは。ねえ、どんな角度、どんな角度、ちょっと落ちること考えて飛んでるんで。あ、まあ、怪我しないように、はい、スポーツクライミングとは大小さまざまな形をした石ホールドを利用し反り立つ壁を体一つで登るスポーツ競技。種目は3種類に分かれ、それぞれルールが異なります。まず僕の得意としている種目がありまして、それがまず1つ目がリードなんですけど、リード6分間の時間制限がある中で15メートル以上の壁を登る種目になります。実際の試合だったら本当にもう使えるホールドしかついてなかったりするんで、それはまあ分かりやすい感じですね。ジムだったら色分けされていたり、テープで分かれてたりします。はいはい。高さ15メートルの壁をどの地点まで登れるかを競うリード。選手は命綱をつけロープを壁にかけながら登ります。下にはビレヤーという、ロープを持ってるんですけど、あ、こう下いたね。そうです、うん、自分の命を守ってる人がいて、え、知らんやつにビレヤー隠すことあんの？そうですね、海外行ったら外国人の人に、え、外国人で、ええ加減なやつやったら、いやいや、そんなことない、つるつるって、さすがにそれはないです、ね、大丈夫、でもいつもやってもらってるビレヤーの方とかいらっしゃったりするんですか？普段は自分の父親にやってもらったり、コーチにやってもらったり。お父さん、いや、めちゃめちゃ他人みたいな顔してもうお父さんにやってくれたら安心するよね。まあまあ、誰でもいいですか？誰でもいいんだ。立場あれへんやろ。その他にもスポーツクライミングは命綱なしで4メートルの壁に設定されたコースを制限時間内にいくつ登れるかを競うボルダリング。
15メートルの壁をどれだけ早く登るかタイムを競うスピードがあります。あの吉田選手なんですが、なんとすごい輝かしい実績をお持ちなんですよ、はい、そうですよね、はい、リードジャパンカップ2021という日本選手権で優勝することができました。日本一、すごい、もっと自慢しいな。今年3月に行われたリード種目日本一を決めるリードジャパンカップ、その大会で吉田選手は最年少クライマーとして決勝を戦いました。うわ遠っ、一個一個遠い。本当ですね、すごいリスキーな課題でしたから、いつ落ちてもなんかおかしくないっていう感じの課題でしたね。ここはでもベストポイントなんで、今から休憩しますね。あ、休憩、はい、これが休憩。そうですね、これが休憩。腕振ってるのが休憩です。全然休憩なってない。だいぶここはベストできてますね。中盤からさらに傾斜がきつくなり、上半身にかなりの負荷が。うおー、いった一瞬でしたね。ダブルダイの腕を取り飛びつくことも。どうやって、そう、分からへん、はい、想像できない。世界大会で実績を持つライバルを抜き去り、最高度に到達した吉田選手、若干16歳で見事優勝をつかみました。あのジャンプで両手でつかむとか、ほんでね、こうならまだしも、こうでもどうやねんやけど、そうね、こう飛んでいって、こう、ほとんどもうこっちに飛んでいく感じですね。上にはないんで、もうちょいこっちなんで、こう横に飛んで、こっちへ飛んで、こう何何の話。吉田選手、あのクライミングで使う道具ってどんなのがあるんですか？はい、まずこちらがクライミングシューズで、そしてこちらがチョークバッグですね。あ、見たことある。チョークバッグは中にチョークが入っていて、はい、登ってるときやっぱり手汗出てきてしまうんで、滑り止めとして使われます。クライミングシューズは足の先が曲がるぐらいに作られている細かいホールドを乗るための靴になります。シューズはクライミングの際どう使うのでしょうか？はい、これで、いや、もうクライミングほとんど足先で登るんで、足先で、そうです、つま先だけでほとんど登る。これで登ってくる、はい、立ち込めないんで、やっぱ立っちゃったらもうグッといけない。あ、そっか、そっか、上にがない、先だけじゃなくて、このヒールっていうんですか、ヒール、うん、この部分とか、ここもかけたりします。こう、はい、どうやって、全然変わると思います。かかってない。シューズはつま先だけではなく、かかとのヒールで体を支えたり、足の甲をプラバーで体を固定したり、靴全体がホールドと設置。さらに吉田選手ともなると足の甲を使ってこんなことも。聞いてみると全然違う。全然違いますね。すごいよ、登ってんな、すごいな、指一本でみたいな。驚くとこない、ね。では早速ですね、団長に体験をしていただきたいと思います。なんと、私もやりたかったんですが、ちょっと本業の方で追い込みすぎまして、指怪我してん。プライベートで段ボールで怪我しただけやねん。プライベートじゃない。今回やっていただく課題は、はい、この黄色テープの 5.8 っていう 5.8 っていう難しさの課題をやっていただきます、はい、5.8 っていうのはどれぐらいの難しさなんですか？ここの初級編、だいぶ一番簡単ですね。一番簡単。団長が挑戦するのは高さ8メートルのリードクライミング。黄色のシールが貼られたホールドのみを使用してゴールを目指します。で、僕は団長の命を預かる。うわ、大丈夫。まあ落とすかも分かるんです。落とすなよ。落とすなよ。足上げていただいて。うわ、全然足踏ん張られへんね。え、どこ黄色、これ？そうですね。あ、すごいすごい。うわ、あ、もう腕しんどい。あ、これ引っかかり全然ない。次左ですね。
左上の方にありますね。え、遠い足上げていただいて、行けます。手が持たれる。ああ、頑張って。登れば登るほど体力が消耗し、握力がなくなっていく団長。7メートルあたりで完全に止まってしまいました。無理。ああ、やった。話いいですか。大丈夫ですけど。ほんまに、はい、怖い。大丈夫です。いや、橋持てんぞ。腕が真ん中ぐらいからもう力が入んなくなって、持つやつが形が違うから持ちにくくて、でそこでね、結構体力消耗しちゃう。ポールだと呼ばれるものの掴み方とかがやっぱ違ったりするんですか。いや、もう足と重心の位置とかですかね。重心の位置。腕は、腕も全然ずっと使うよ。実はクライミング競技で一番大切なのは体の使い方。初級コースはコツをつかめば力を使わずゴールできます。こんな簡単だっけ。なんか全然届かへんみたいなことないやん。なんか速いっす。あれ終わった。終わり。あ、手上げありました。クライミング基本的に腕伸ばしていくのが普通なので。言うよ。掴んだ瞬間力を抜かないといけないんで。え？掴んだ瞬間抜くの？肩からこう伸ばす感じで。はあ。でも握力とか必要じゃないんですか？そうですね。この水平だったら握力はほとんどいらないですね。はあ。体の使い方で大切なことは腕を伸ばすこと。曲がっていると余分な力を使ってしまい体力が奪われます。そして足を先に動かすこと。そうすることでより遠くに手を伸ばすことができます。コツを教えてもらい再度トライした団長は見事ゴールすることが。ここからは日本トップレベルの高校生クライマー吉田選手の強さの秘密を徹底分析。まずは体に注目。後ろから見たらスラッとされてるなという感じなんですけど、体もそんなに大きくないし。そうですね。ふくらはぎとかもそんなね、なんかめっちゃ筋肉っていう感じじゃない。そうですね。僕全然だいぶ小柄な選手なんで、クライミングしてる人に関して。何センチなんですか。僕今164ぐらいですね。 3.7 とかですね。スポーツクライミングは身長が高く手足のリーチが長い方が有利とされています。小柄な吉田選手がなぜ日本トップレベルの成績を残すことができるのか。その秘密が一つ目のバズポイント、翼の生えた肉体です。どういうこと、翼って。そうですね、僕の場合は広背筋っていうのがすごい発達しまして、はい、力を入れたら出てくるって感じです。ちょっと見せてもらっていいですか。はい。ごっつ。でも普通だったらこんな感じなんですけど、はい、おー、翼。うわ、すごいな。吉田選手の強さの秘密、それは翼が生えたかのように発達した広背筋。この広背筋がリーチの短さをカバーしています。引きつける動作ってあるんですけど、こうクイッて引きつける。やっぱり小柄なんで遠いボールを取りに行こうと思ったら引きつけるんですけど、引きつけてたら勝手にも発達していったって感じ。届きそうにないホールドにも体を近づけることでしっかり掴むことが。この大きな広背筋、何か特別なことはしているのでしょうか。どうやったらそんな体になるんですか。そうですね、何も筋トレしてなくて登ってるだけで発達していったって感じ。これ、
いかにこの、ね、クライミングがすごい筋トレになってるか。この広背筋である離れ技ができるように。片手懸垂ができるようになりました。片手懸垂、片手の懸垂。うわぁ、素晴らしい。さらに片手懸垂を凌駕する究極の離れ技が。僕は薬指と中指だけの2本でできます。薬指と中指の2本。サスケの人や。サスケの人です。本当に登るための筋肉だけを鍛えて。アスリートですね。じゃあアスリートの団長、はい、ぜひお願いします。できるかCM の後、クライミングは体だけではない。壁は頭で登る頭脳戦。藤井聡太や本当だ。今回は高くそり立つ壁に体一つで挑むスポーツクライミング。高校生にして日本選手権優勝を果たした吉田聡美選手の強さの秘密に迫ります。ここからは2つ目のバズポイント。壁は頭で登る頭脳戦。これどういうことなんですか？そうですね、クライミング実は登るだけじゃなくて登るまでがすごい大事なんですね。他人の登りを見ることができないんですよ。そして登る前に6分間だけオブザベーションって言って、その課題を見ることが許されるんです。6分間しか、その時しか見れないんです。そうですね、あとはもうすぐ登る時だけですね。高さ15メートルの壁をどの地点まで登れるかを競うリード種目。選手が登るルートは予選、決勝とそれぞれホールドの配置が変わります。ルートの下見は試合が行われる前6分間のオブザベーションのみとなり、この時間は頭をフル回転させなければなりません。じゃあもうその場その場で、あ、こういこうこういこうって考える。そうですね、6分以内に。やっぱ遠いところだったら見えにくいんで、うん、僕たちはやっぱり双眼鏡を持って双眼鏡を覗いてみたり、ライバル選手と喋るのは OK なんで、うん、こう同意組みたいな感じで喋ったりしますね。大体はここ行って、こう行って、こう行くけどって、俺行かへんし。いや、まあ大体は本音で喋りますね。あ、そう。ここで団長も課題の下見。オブザベーションでボルダリングに挑戦。ではお二人ですね、振り返っていただいて、はい、ではシンキングタイムでお願いします。はい、黄色の2番を。黄色の2番考えてみましょう。こう考える。黄色の2、これはい、これがスタートですね。で、これ、これでこうでしょ。はい、この2番で緑があって、でもでも、そうですね、手はこういくしかないよね。こういって、黄色があって、あのライバル同士のオレンジがあって、この白紫があって、青がゴールですね。いきなりそのまま出して、多分こっちも届くんで、うん、出してしまって、うん、頭脳戦というよりか教育してもらっているようにも見えますが。団長スタートです。そうですね、いい感じです。右足も上げちゃいましょう。あ、いける。あ、いいですね。さっきの紫の足で、左は紫の足で、あ、まあでもいい感じです。あ、惜しい、惜しい、もうちょっと。残念ながら失敗。下から全体を眺めた時は登る場所を理解していても、実際に登った時は視界がかなり狭くなり大混乱。客観的目線で自分が今どの辺りにいるか頭を使うことが大切になります。そして日本トップレベルになると考える内容もさらにハイレベルに。そうですね、でもリードとかの場合だったら40なんて覚えたりするんで、6分間の間に40なんて考えるんで、それを全部覚えて後で思い出すっていうのが大事です。藤井聡太や本当だ。6分間で石の形、体の運び方、休憩ポイントなど、ゴールのホールドまで40点以上考える吉田選手。さらに難しいポイントは
よりイメージを膨らませるそうで、難しそうだなって思えるところは3つぐらいパターンを考えてあるんですよ、事前に考えていて、あとはいつクリップをするか、ロープをかけるかとかも考えていて、その6分間で覚えて、あとはもう一度アイソレーションという場所に隔離されるんですけど、登る直前まで、そこでもう一回課題を思い出して考えておくって感じですね。ラクラスクッション、ここからはですね、吉田選手の生い立ちを紐解きながらいろいろとお伺いしていこうと思うんですけれども、吉田選手はいつからクライミングを始められたんですか？そうですね、僕は6歳半から始めました。どういうきっかけでやりだした？とりあえずもう登ることが大好きで。そんなことある？そうなんですよ、公園の遊具の上とかコンクリートで固められた崖みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あれ登るの大好きで、もうクライミング知る前からいっぱい登ってましたね。はぁ、もう天性や。天性ですね。6歳から習い始めたスポーツクライミング、小学生時代の実力は群を抜いており、学年別全国大会では優勝。その後も年上の選手たちが多く参加する中、輝かしい実績を残し、将来を期待される選手として一目置かれていました。しかし、もうずっといい成績を残してはった感じなんですか？いや、もう全然違って、中2の前半とかになるときは本当に51位とか、本当にほとんど最下位みたいな結果を取って、一時はやめようかなと思うぐらい辛くて、まあやっぱり今もなんですけど、小さいっていうのが結構大きくて、あ、身長の、そうですね、やっぱり小さかったらなかなか戦えないんですよね。今でもなかなか苦労するんですけど、あの時は特に辛かったですね。長いスランプは1年以上続き、一時はやめてしまおうかと考えるほど悩んでいた吉田選手。しかし、試合に臨むまでのルーティンを見直したことが調子を取り戻すきっかけとなりました。それが3つ目のバズポイント、ネガティブ思考を力に。中学2年生の後半ぐらいの時に、コンペでの自分の持っていき方っていうのが分かったんですね。持っていき方っていうのは、僕の場合はすごい緊張に強いんですよ。緊張、極限まで緊張させて無理やり落ち着かせて、そして集中するみたいな、自分の本当にそのルーティンみたいな感じ、そうですね、持っていき方を見つけたんですね。でも持っていかず、その緊張を持っていって落ち着けてっていうのをコントロールできるようになったってこと？そうですね、僕緊張をコントロールできますね。はあ、それって何歳ぐらいの時に気づかはったんですか？いや、本当にだから中2の後半なんですよ。そっから日本最下位ぐらいだった成績が日本一になったんですけど。すごい。集中力の高め方をつかんだ吉田選手は、その後の試合で大活躍、ユースのリード選手権優勝、さらにアジア選手権でも優勝を果たしました。とかね、視聴者の皆さんが緊張した時に、これやったらいいんじゃないっていう緊張を収めるおすすめ。僕の場合は本当に長い深呼吸、長い深呼吸、3秒吸って9秒以上吐くみたいなとか、本当にもうだからポジティブに持っていくとか、もうそんな感じですね。ポジティブにっていうのは どう、例えばどういう？僕の場合はやっぱりクライミングなんで、ここのムーブはできないんじゃないかとか、この人に負けるんじゃないかとかあるんですけど、でももっといいムーブを思いついたりして自分をポジティブに持っていったり、でも今まで負けてなかったんだから負けるはずがないとか、でもそうですね、そんな感じで。すごいな。深呼吸と勝てるんだ勝てるんだってもう思い込ませる。そうですね。ネガティブを力に変え、これからも登り続ける吉田選手。そんな彼のこれからの目標を伺いました。今年からはワールドカップに出れるんで、まずはワールドカップの決勝にコンスタントに残れるような選手になっていきたいですね。まあ、いずれはパリオリンピックに出たいですし、世界選手権もあるので、世界選手権で優勝できるような選手になっていきたいと考えています。メダルやね、パリの時には。
はい、吉田選手の大切にしている言葉をですね、バズワードとして披露していただきたいと思います。僕のバズワードは限界は通過点です。誰に教えるもんだ自分で考えました。17歳。限界を超えていくっていうのがやっぱり自分のなりたいものになるための通過点だと思うので、この言葉にしました。何にでも言えるもんね、うん、スポーツだけじゃなくて、うん、本当にそうですね。すごいな。気ぃつけんな、森脇健児にこれパクられる次回のバズるスポーツは、走る、投げる、飛ぶ。迫力ある攻防や華麗なシュートが魅力のハンドボール。女子ハンドボール界のレジェンド田中選手、女子リーグナンバーワンシューター藤井選手など、注目選手が多く在籍する大阪ラビッツを大特集。